センター地理の点数が上がりますように。あんたたちの点数が上がることを願ったんじゃないよ、私も受けるから地理の点数が上がるように願っただけよ。どうしたのよ。しょうがないわね。あんたたちの点数も上がるためにお祈りとセンター地理対策教えちゃいます。いくわよ。本日皆さんに覚えていただくのは石油輸出量ランキングよ。こちらよく出るから覚えてちょうだいね。はい、よでる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 。こちらね、石油輸出量ランキング、石油産出量ランキング、石油生産ランキングの方は昔教えましたが、こちらは石油輸出量ランキングになります。ですね、2011年度大問2の問1、次の随一中のあうは原油の産出量、輸出量、輸入量のいずれかの項目について世界の上位10カ国とその全体を占める割合を示したものである。あうと項目名との正しい組み合わせを次ページの16の1から1つ選べ。こういった問題ね。石油の産出量と石油の輸出量を覚えておけば簡単に解けるわね。だから覚えてちょうだいね。よく出るからね。はい、よーでる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 。こちらもさっさと覚え方だけ教えるわ。もう時間がないのよ本当に。明日のセンター1位から5位まで、もう覚え方簡単。輸出量ランキング、1位がロシア、2位がサウジアラビア、3位が UAE、 4位がアメリカ、5位がオランダのネバーランド。こちらのイニシャル、頭文字を取ったらもう簡単に覚えられます。 E のロシアを生って言えば頭文字がつながります。頭文字がつながるのよ。いくわよ。ラッサン、あーラッサン、ああ、ラッサン。はあ、ラッサン。ほら、こちらでも、R、S、U、A、N。ロシア、サウジアラビア、UAE、アメリカ、ネドランド、オランダ。この5カ国、すべて覚えられたでしょう？こちら。明日のために忘れないでね。覚えててちょうだいね。こういうエネルギー系の問題は必ずと言っていいほど毎年出てるからね。よく出るからね。覚えてちょうだいね。はい、よでる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 。追いかけても追いかけても冷えてゆく月のように。早送り止めてちょうだい。ちょっと私、浪人時代にレローモンキーのバラ色の日々を先生に歌ってもらってすごい勇気づけられたわ。だから早送りせずに今日はみんなに聞いてほしいわ。早送りしないでね。追いかけても追いかけても逃げてゆく月のように指と指の間をすり抜ける毎度の日々を。迷子の日々を君と歩いているのさって早送りしないでよ。もう本当に早送りしないで言ったでしょ。もういいわ。本当頑張ってね。よろしくお願いします。